もう声がやばいんですけど、ちょっと鑑賞します。この鑑賞桜花はですね、去年の卒来に来てくださった人なら知ってると思うんですけど、私が去年の1回生の時に先輩たちとやらせていただいて、そこで初めてじゃないけど、自分のベース買って初めてベースボーカルをやらせてもらったんですよ。で、そこでペドロをやって、その時はペドロを知らなかったんですけど、あ、さっきやった曲がペドロっていう人の曲なんですけど、でもそのペドロが、卒来が、去年の卒来がめちゃくちゃ楽しくて、なんかそれで軽音部もっとやりたいなって思ったんですね思ったんですよ。それでだから、なんか思い出の曲だったから、卒来でまたやりたいなって思ってて、だから今回できて嬉しかったですっていうのと、なんか反応ください。なんか今日のライブは、普段なかなか会えない社会人の方とかもたくさん来てくださっていて、友達とかもいっぱいみんなシフトとか予定を空けて来てくれてて、多分今日が1年に1回の今の軽音部はこんなんだよって見せれる大切な日かなって思ってるので、ちょっと待ってくださいね。何も考えてなくてこの日見せれる日かなって思ってて、で、私みたいになんか今日卒来出たり見に来たりして、なんかそのことがなんか楽しかったなとか、その卒来まで頑張れたなとか、なんかいろんなそういう思い出が次頑張ろうって思えるきっかけになれば嬉しいなって思います。で、最後まで、とりあえずこれで前半最後なんで、最後まで楽しんでいきましょう。
次の曲で最後なんですけど、最後の曲は去年の卒業生と人なら絶対知ってるよねっていう曲で、卒業生来てなくても、まあ、県民部なら知ってるよねっていう曲なんで、え、知ってますよね、スコモスアイガニーさん知ってますよねなんで最後盛り上がってもう会議室暴れまくっちゃってください。いきまーす。ストレンジ。何気ない